マコシさんがメトロポリタンに勤務をしているということがニュースポスト7で記事になっていましたね。なんかもう無茶苦茶な展開ですね。複雑性 PTSD で重度の病気なのになんで仕事をできるんですかね。そしてどんなビザを取得したんですかね。ただメトロポリタンのホームページでは活動を開始したという記事だから仕事を開始したという書き方ではないんですよね。日本人会の支援をしていた人たちも怒ってるでしょうね。自分たちが支援したことについてはもう忘れてるんだろうなという感じですね。でもメトロポリタンもマコさんが相当同じだということを知らないんですかね。きっと後悔するでしょうね。こいつ英語も話せなかったのかとか、まずはびっくりしそうですね。それにしても政治の力でやりたい放題ですね。どんな交換条件を提示されたんでしょうね。ちなみに高度な専門知識を求められるため、収入も申し分なく、年収1500万とか報道されていましたが、マコさんは博士号は持っていませんからね。マコさんは国際基督教大学院を中退したから、修士号しか持っていないんですよね。だから最高年収は800万円ぐらいのはずです。ただ政府が資金援助をするのを隠すために、1500万の設定にしておくんでしょうね。さらに英語も話せないから、通訳もつけないといけませんね。まあ日本でも紀子様がお茶の水の特別研究員として雇ってもらっているから、メトロポリタンの特別研究員とか、わけのわからないポジションでリモート OK なのかもしれませんね。なんかどこかの週刊誌に、昭島家は特別扱いを嫌いますって言っていませんでしたっけ。どんな仕事をするんでしょうね。仕事先まで電車を使って30分くらいかかると言われてたから、また引っ越しをするんですかね。マコさんが通勤するとは思えないですよね。通勤したら警備費用の方が高額になりますからね。修士号だと年収800万が最高ですからね。ただどうもメトロポリタンが採用ということではないようですね。ジョン・T・カーペンターという人が間に入って採用という感じの発表ですね。メトロポリタン美術館はあくまでもジョン・T・カーペンターを雇うけども、その代理がマコさんのような感じですかね。それかジョン・T・カーペンターさんがセレクトしたものをマコさんが文章を投稿する役目ということで、ゴーストライターを誰か雇うということですかね。まあ全部ジョン・T・カーペンターさんが一人でできるけども、ニューヨークに残るために雇ってもらっているという形だけ作ったんでしょうね。小室圭も実際は働いてなくて、席だけ置かせてもらっているだけですからね。なんかこの間は妊娠の兆候とか書いてたけども、仕事を始めて速攻妊娠とかだったら笑っちゃいますけどね。会社舐めすぎだろって話ですね。ちなみにこのジョン・T・カーペンター氏は、マコさんが名誉総裁を務めていた東京フェスティバルの審査員もやっていたことがあるようで、この時から仕事を紹介してもらう話をできていたのかもしれませんね。あの結婚会見を聞いていたら助けようとは思わないはずですからね。ちなみにマコさんについては、愛されたお店として東京のラーメン、グータラというお店が紹介されていましたね。しかも頼んだラーメンが女性客では珍しい背脂たっぷりでニンニクがガツンと効いた豚バク醤油だったようです。グータラというお店で豚バク醤油って笑っちゃいますね。自分のことをグータラと認識はしてるんでしょうね。ちゃんと料金を払ったんですかね。それにしてももう昭島家もむちゃくちゃですね。小室圭がまたやらかすのかと思ったら、マコさんまでメトロポリタン美術館という報道が出てきましたからね。まあまた小室圭の司法試験不合格で投資ビザにするのか、配偶者ビザにするのか、見物ですね。そしてまずは久志様が筑波大学附属高校へ入学で、いろいろと新しい情報が出てきそうですね。お茶の水はツイッターとかネットでも全然卒業式の情報が出てこないぐらい情報統制が完璧でしたが、筑波の上級生と思われるツイッターアカウントも登場して、久志様に関するつぶやきも多いから、いろいろと情報が出てくると思います。そしてこの人物は最近つぶやきを始めたんですが、最初の投稿で自転車で行くときに校門前に段差があって、今までは乗り上げにくかったけども段差が埋まっていて、もしかして自転車で来るんだろうかとかつぶやかれていました。まあそれはないですけどね。自転車に乗れたらそれだけでニュースになっていますからね。そして筑波の警備員がセコムの人に変わっていたようです。警備員の仕事が奪われたようですね。しかも筑波にいた野良猫なのかアイドル猫もいなくなったようですね。みんなからチャチャと呼ばれていたようです。なんか入学前から色々とおかしなことが起きているようですね。もう特別対応しまくりですね。そもそも久志様がお茶の水幼稚園に入園をされた時から特別入園制度ができて、久志様が第1号で入園されたんですが、改めてここでも不正が行われていたことが判明しました。入園される園児は当然近所の子供しか入園できないわけです。それで指定地域もあって、久志様が住んでいるのは赤坂だから港区ですよね。お茶の水幼稚園では港区からの園児は募集していないんです。だからその時からかなり割合をもらって入学をさせて、いろいろ情報統制も完璧で、お茶の水の保護者には言い聞かせてたんでしょうね。まあ本当は小学校から筑波に行きたかったようですが、ずっとその頃から狙っていたようですね。一度行くと決めたら批判されても行くんですね。大学か東京大学に行くのか、聴覚障害の設備が整っている筑波大学に行くのか、わかりませんがどうなるんでしょうね。メディアはなぜこういった昭島家のいろんな問題に黙りなんでしょうね。将来の天皇陛下になるかもしれない人物が犯罪を犯しているというのに不思議ですね。まあ、紀子様はかなりメディアとも仲良くしているようですね。朝日新聞の皇室記者の岩井克美氏は、結婚する時からずっと取材をしているみたいですが、この人は紀子様が結婚する前から川島達彦さんと仲良しだったようですね。
それで秋島様の情報を紀子様に教えてくれたお礼に、フカヒレラーメンを奢ってくれたとか、紀子様が寝室で一人で涙したとか書いたりしていたようですが、一緒に寝てないと寝室の紀子様を知るはずがないですからね。そういう関係なんですかね。まあ紀子様と秋島様も最近はかなり仲も悪いみたいだし、さすがに今回の眞子さんの就職報道や小室家の司法試験不合格や伊勢神宮で批判殺到して、悠仁様は学校で学力が低いのがバレたら離婚もあるかもしれませんね。もう離婚して紀子様が悠仁様を引き取ったらいいんですよね。そしたら残るは秋島様だけで、天皇陛下になるつもりはないと言ってるわけだし、もう男系女子を認めるしかなくなりますね。だから離婚が一番ですね。秋島様もタイにいるもう一人の子供のところに会いに行って、タイの王女と再婚したらいいんですよね。そしたら美智子様ももう何も嫌がらせとかもできなくなっていくだろうし、国民に敬愛される皇室に戻るんではないでしょうか。ほっといたら川島修さんと栗原直さんのところにも何か皇室特権で赤坂に住ましたりとか、何しでかすか分かりませんからね。それにしても考えつかないことを次から次にやってきますね。眞子さんのメトロポリタンもキャロライン・ケネディさんに断られたのかと思ったら、裏で就職という形ではなくて契約社員のような形だったらこういう方法で行けるわよとか、裏口の提案とかをもらってたんですかね。秋島さんは毎週のように外務省から説明を受けていますが、どんな話をしているのか公表してもらいたいですね。天皇陛下は外務省からウクライナを含む国際情勢の説明を1時間以上説明を受けたとか、具体的にニュースになりますが、秋島様の面会は内容がニュースになりませんからね。しかも秋島家の宮内庁職員はこれまで3人も自殺をしていて、本来これが一つの会社であれば強制捜査が入って全部資料を漁られますよね。それが秋島家の疑惑については報道統制されて隠されますからね。ちなみに2006年に19歳の皇宮護衛官が健常自殺をした時のニュースでは、休憩時間を挟んで勤務時間になっても戻らないから同僚が探しに行ったらトイレで健常自殺をしているのが発見されたと書かれていました。そしてその中のニュースで、当時皇太子だった天皇陛下が幼稚園の送迎を終えて正門で迎えるなど特段変わった様子はなかったと報道されていました。遺書もなかったということですが、天皇陛下は愛子様の送り迎えまでされていたんですね。まあ一部では愛子様を暗殺する命令が下されて自分が自殺するしかないということも書かれていたりとか、いろいろ不思議な事件ですが、19歳が拳銃を持たされるってなんか危険ですよね。しかも2006年9月28日で、悠仁様が生まれたのが9月6日だから3週間後なんですよね。その頃から悠仁様を天皇へということで、邪魔な愛子様を殺害命令があったのかもしれませんね。悠仁様が生まれた時から愛子様や雅子様は壮絶ないじめになっていたんでしょうね。来週にもまた皇位継承の意見が両院議長に提出されるということですが、皇族数の確保ではなくて、しっかりと次の皇位継承者の議論もしてもらいたいですね。そもそも国民の総意のないところに皇統を移したら憲法1条の違反なんだから、しっかりと議論をしてもらいたいですね。女性天皇の議論は 80% が賛成と言われていましたが、今もう一度世論調査をすれば 90% 超えますね。あの悠仁様の作文盗作をした後にご指摘に感謝と、愛子様の完璧な記者会見でもう国民の総意は決まったのではないでしょうか。あなたは誰が次の天皇陛下にふさわしいと思いますか。皆さんはどう感じましたか。このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。